主イエスの墓は空になっていた。十字架にかけられて三日目に死からよみがえられたのだ。イエスは今生きておられる。そしてあなたの中で生きることを望んでおられる。イエスはこう言われている。私はよみがえりであり命である。生きて私を信じる者は決して死ぬことがない。イエスが死人の中からよみがえられてから2000年近くが経過している。そしてイエスは今もこの世で最も偉大で力のある者として生き続けている。何世紀にもわたって誇り高い指導者たちが現れては去っていった。支配者、知識人、科学者、哲学者たちが生まれては死んでいった。しかしイエスは今日も生き続けている。イエスはこれまで地上に現れたいかなる人よりも際立っている。その誕生もユニークだった。イエスは処女マリアから生まれた。その生涯もユニークで超自然的なものであった。罪一つない清らかなもので、どんな人間の力も及ばない奇跡を行った。そのメッセージもユニークだった。ご自分を主なる救い主として受け入れる全ての人々に愛と許しと新しい命とを与えた。その福音は新しい命、新しい希望、そして新しい生きる目的をもたらした。イエスの十字架での死もユニークだった。2000年の昔、神は全ての人の罪をあがなうためにその御一人子イエス・キリストをこの世に使わされた。イエスはあなたのために死んだ。イエスの復活もユニークだった。死から3日目に歴史上最も驚くべき出来事が起こった。イエスはよみがえったのだ。その誕生、生涯、死、そして復活はイエスが自ら名乗っていた通りのものであったことを証明している。すなわち神の子であり全ての人々の救い主である。彼は今日も生き続けておられ、あなたと共に生き、あなたの罪を許し、実り多い命を生きる力を与えたいと望んでおられる。イエスの言葉に耳を傾けよう。疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。休ませてあげよう。私が道であり、真理であり、命なのだ。私を通してでなければ、誰一人父の身元に来ることはない。すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができない。罪の支払う報酬は死だ。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにおける永遠の命である。イエスは亡くなられた時あなたの罪の償いをしたのだ。そして今あなたと共に生きようと待っておられる。私は戸の外に立って叩く。私の声を聞いて戸を開くなら、私はその人の心に入ろう。イエスの愛と許しとを経験して永遠の命を受けたい人は、あなたの罪の身代わりとなられたイエスを受け入れ、信仰によってイエス・キリストをあなたの心の中に招こう。もしあなたが心から望むなら、信仰の祈りでイエス・キリストをあなたの中に迎えることができる。こう祈ろう。主なるイエス様、十字架の上で私の罪のために命を捨ててくださり感謝します。私はあなたを救い主、また人生の主としてお受けします。私の生涯をご支配ください。私をあなたが望まれるような人間にしてください。アーメン。もしあなたが望むなら、今ここで祈ろう。私の後について心の中で一句ごと静かに祈ろう。主なるイエス様、十字架の上で私の罪のために命を捨ててくださり
感謝します。私はあなたを救い主、また人生の主としてお受けします。私の生涯をご支配ください。私をあなたが望まれるような人間にしてください。アーメン。この信仰の祈りを捧げることによって、イエス・キリストはあなたの心の中に来てくださった。あなたが求めさえすれば必ず来てくださると約束なさっているから。またあなたはあなたの罪が許されたことを確信なさい。あなたは神の子となり永遠の命を受けたのだから。もしあなたがイエスの約束された豊かな命を経験したければ、毎日祈りによってイエスに語りかけなさい。聖書を読み、あなたのためにどれほど素晴らしい計画があるかを知りなさい。そしてイエスを愛し、イエスに従っている人たちに会いなさい。最後にイエスの素晴らしい約束をいつも心に留めてください。私は決してあなた方を見捨てない。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。